ツバサスが製造したトルコ国鉄 E14000 系電車。ツバサスはトルコの鉄道車両製造会社。正式社名であるトルコ車両製造株式会社の略である。1948年にアダパザルで鉄道補修工房として創業し、客貨車の修理を手掛けた。百六十一年にアダパザル鉄道工場となり、翌百六十二年に 客車の製造を開始した。1971年に UIC 企画客車の製造を開始した。1975年にアダパザル車両製造機構となった。1979年にアルストム社のライセンスで電車を作った。1986年に組織が会社化され、現在の名称になった。トルコ国鉄に鉄道車両を納入している。 韓国の現代、ロテムと合弁でユーロテム社を設立、HSR-350 のライセンス生産を行う予定である。本来のトルコ語の発音をカタカナで表記すると、チュバサシュに近い。ありがとうございます。